女優の橋本環奈が主演を務める NHK 連続テレビ小説、おむすび、月曜から土曜午前8時、第3話が2日に放送された。その内容は、以下、ネタバレがあります。ご注意ください書道部に入ったゆい、橋本環奈、は、先輩の風見松本さときの言動に心惹かれるようになり、青春を謳歌している気分になるが、クラスメートで同じ書道部の笑ミ、 中村朱里から正式な入部届を渡されても入部を迷ってしまう。ただ、福岡、天神で開催されている書道展への誘いには、先輩も来ると聞いて即座に行くことを決めた。その帰り道、先輩に別の書道展を誘われたが、ゆいは家のことを手伝うという理由でやんわり拒否。後ろを向くと、博多ギャル連合、ハギャレンのメンバーでクラスメイトでもあるゆずき、田村めいがいた。 ユズキはユイを、捕獲、し、ハギャレンのもとへ。総代表のルナ氏、ミリチャム、は、アユの妹なんやし、お姉ちゃんのためにも協力してよと懲りずにユイを勧誘した。そしてユイの姉、ほ、仲リーサ、とのエピソードを話し始める。十歳の時に怖い人に絡まれた際にフに助けられたそうでその日からずっとアユさんに憧れてて、ずっと追いかけてきた。これを聞いたユイは、 しょうもな、とつぶやくと、ルナ氏は、はと切れる寸前、そこに、一人の男性と女性警官が現れ、男性は、おまわりさんここです。女の子が不良に絡まれてますと訴えた。ネットは美人警察官に注目し、あ、一瞬映った不景さんが小玉春かさんか、駆けつけた警官が小玉春かちゃん。春っぴ不景さん、一瞬だったからわからなかった。春っぴ出てた。 トニー・ドミ、この日映ったのはわずか1秒だったが、元 HKT48 で女優、小玉遥が演じた可愛さやかに注目が集まった。小玉は放送後に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、見てくれてありがとうございます。と出演シーンの一部をアップした。